いいですか、はい、はい、すいません、またなんか止まったみたいで、じゃあそれでは木原さん、の、はい、日本の政治はからもう一回、うん、まあ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 、まあ、先行きましょう、とりあえず、ね、先行きましょう。それでまあ田中真紀子さんとか鈴木宗男さんが暴れてる時に、うん、まあ、政治と行政の関係、はい、官僚との関係というようなタイミングで大蔵省、英国の大蔵省に行かれたと、はいはい、やっぱり日本と何が違うんですかね、まあ、あの日本のいいところ悪いところもあるでしょうし、うん、イギリスが一方的にいいとも思いませんが、あの結局話繰り返しますけども、うん、その官僚主導でやってきたと、うん、意外とうまくいったと、それはアメリカをキャッチアップしましょうということで、うん、官僚がうまく差配をしてやってきたと、うん、でも時代が大きく変わって、うん、その大きな方向転換は官僚組織はまあ苦手ですね、うん、と、そこで政治主導だって言葉が出てきたんだけども、うん、まあ、民主党政権になってですね、うん、ど素人の政治主導をやってしまった、うんうん、要は失われた20年を何とかしようとやって、うん、ど素人政治主導で超失われた2年間を作ってしまったということだと思うんですが、うんうんうん、まあ、まさにその英国大蔵省行ってですね、いろいろ気づきがあったと思うんですが、はい、まあ、どういうところが優れていたとか、日本のどういうところが問題だとか、うん、そういうところはどうですかね。一番やっぱりイギリスが優れているのは、はい、やっぱり与党になるってことは、うん、その行政をやるってことなので、うん、基本は、はい、そうすると行政をやるってことは大臣を務めますと、うんうん、だから一番優秀な人は大臣になると、もう当たり前のことなんだけれども、これはもうめちゃくちゃ徹底してますと、ね、だからまあこれ実は自民党政権だってね、うん、そういうことあったと思うけども、なんていうかな、本当に素人が大臣になってみたり、とりあえず年齢が来たからやってみるとか、そういうことは決してありませんねっていうのはまずイギリスの姿かな。これは本当に今自民党時代からもありましたけども、うん、実はですね、うん、防衛大臣田中直樹さんになりましたよね。まあ、これは本当かどうか真偽は定かじゃありませんが、うんうん、防衛省幹部が頭を抱えていると、うん、市川さんのが良かったと、良かったと、うん、いうようなこともあって、うん、確かにそのまさにど素人が ね、あの大臣やるってこれはやっぱりおかしな話ですね。だからそんなに難しいことじゃなくて、うん、政治主導って多分きちっと分かってる人がきちっと大臣、副大臣をやると、うんうん、あるいはきちっと分かるようにキャリアを積むっていうのが、うん、イギリスの大切なところじゃないですかね。まあ、政治主導のイロハの意は、うん、ベストのメンバーで内閣を組む、作るってことです。ということですね、うん、はい、と思いますよ。小沢さんに気を使って誰かを入れるとか、うん、派閥に気を使って誰かを入れるということではない、はい、能力本位の人事をまず政治の方から能力本位の人事をすると、なるほど、はい、うん、そういうことだと思いますね、はい、あとはあとはね、あとはやっぱり官僚に政策の、うん、なんていうのかな、立案を独占させないってことじゃないですかね、うん、だからイギリスだと与党は官僚を使うと、でも野党は官僚を使えないと、うん、だから野党は自分で一生懸命政策を勉強すると。なるほど。今の自民党が、まあ、平さん当選してるから、うんうん、今どうなってるのかよく分かんないけど、依然として官僚を呼んで勉強してるんじゃないかなと思いますと、うんうんうん、なるほど。でイギリスはこういうこと起きなくて、やっぱり官僚からじゃなくて野党だからこそ、うん、違うとこから学んで自分の政策を作ると、うんうん、だからそこが一番大切じゃないですかね。これはね、自民党大きな課題で、うん、その僕は石破政調会長の時に経済産業部会長をやらせてもらったんですね、うん、でその時に石破さんから、もう平さんも自民党野党なんだから霞が関に頼るのはやめて、うん、民間の知恵で政策を作ろうって言われて、うんうん、まあ、基本的には霞が関を呼ばずに、うん、民間のエコノミスト、学者、うん、経営者を結局トータルで70人ぐらい呼んでいろいろ議論しました、うんうんうん、でまた今ですね、まあ個々にブレーンがいると思うんです ね、政治家も、うん、私も何人かいるんですけど、まあ、そういう人を持っている政治家とね、うん、全然持ってなくて、うん、情報ソースは出身の業界団体、うん、もしくは役所しかないと、うん、でこういう政治家は野党になるとですね、たと、うん、え党内でいいポストを得てもですね、うん、発信力は全くないというそういう状況になってますよね、うん、ただそれ、うん、タレイさんのおっしゃる通りで、うん、やっぱり自民党の一つの失敗は、うん、野党になってシンクタンク閉じたでしょ。あ、逆なんだよ、逆なんだと思うね、うん、だからあれ苦しくてもお金なくても、うん、やっぱりシンクタンクちゃんとやって、うん、でお金もらわなくたってやってくれる人はいるんだから、うん、そうしてきちっと集めて、うん、で自分で政策作っていくっていうのが大切じゃないですかね、うんうん、だからもしこれから自民党がまた政権ダッシュしてですよ、うん、そうすると一時ね、こうキャリアを積み上げてきた、これは昔ながらのキャリアを積み上げてきた政治家が大臣になれなくていっぱい溜まってるわけじゃないですか、うん、中間層でね、うんうんうん、でこの人たちがまた政権取ったら
もうここぞとばかりに、まあ、いろんなしがらみで大臣入ったら、うん、もう自民党も終わりますね。あとやっぱりイギリス面白いのはね、政党交付金というのは野党にしか出ないんですね。あ、それはいいですね。イギリスはね、野党にしか出ない、与党には出ません。それはなぜかというと、与党は役人を使ってくださいと、うんうん、なるほど。で、野党は役人使えない代わりにお金あげるから、うん、あの税金から少し、うんうん、それで自分たちで政策一生懸命作りなさいと。ところはね、なかなか合理的なシステムだなと。これいいですね、うん、なるほどね。まあ、ただね、自民党がまた与党に戻った時にそれでいいのかどうかっていうのはね、党内にはいろいろあると思うけ ど、でも合理的だと思いますね、うん、これ今、公民制度改革もそうなんですけども、はい、今日本はですね、その消費税を野田さんが上げると、うん、でこれに命をかけるって言ってるんですね、うんうん、でイギリスは、まあ、多分日本よりは深刻な状態ないと思いますが、うん、かなりその若い政治家が出てきてですね、キャメロン、うん、キャメロン総理、ね、若いね、45、同級生、そう、私と同級生ですね、うん、それで財務大臣オズボン、この間来ました、うん、40歳、そう、若いね、キアラさんと一緒、一緒、一緒、キャメロン・ディアス、ディアス40歳、キャメロンじゃない、40歳、はい、キアラ・セイさんと一緒、ありがとうございます、いうことで、だからそういう若い、まあ、総理、財務大臣が出てきて、うん、いや、これすごいなと思ったのは、歳出削減を2割やります、うん、でアベレージで2割切ってるんですよ、うんうん、でアベレージで2割切るっていうのは、それは教育費も減らすし、うん、社会保障費も減らすし、うんうん、これを2割減らしますと、うん、で2割減らすのと一緒に消費税も上げますと、うん、まあまあ、かなり国内、荒れてますけど、ね、でしかもですね、これすごいのは3ヶ月間でそれを作ったわけですよ、うん、だからそのイギリスはこれだけの行政改革、うん、消費税上げをする中で別にパフォーマンスはしてない、事業仕分けもしてない、うん、まあ、今民主党政権は2年以上経ったんだけど、うん、実質何もできてないんだけど、うん、わずか3ヶ月でプランを作って今まさに実行していると、この辺のスピード感はすごいですね。これだからさっき言った、やっぱり元々のブレーンが野党時代からあるからよね、うんうん、役人と違うブレーンを持ってるからこそできることで、うんうん、僕が1997年から行ったんだな、ごめんなさい、97年の時行ったのかな、うんうん、時はまさに政権交代して、うんうんうん、で、トニー・ブレア、労働党、労働党、でいきなり中央銀行を独立させたからね、いきなり来て1ヶ月で、だから同じことがやっぱり今の、保守党政権でも起こってて、しっかり準備してるからすぐできますと、うん、それはもう野党時代にもう政策パッケージを作って、うん、それで多分保守党は小さな政府っていうのがもう信念としてあると思うんですね、うん、信念としてあるから、それは2割削減したらね、それはもう大騒ぎですよ、うん、それでもそれをこうやりきると、うん、それ合わせてね、公務員も 8% 削減、うん、人員をね、人員をね、うん、人員 8% 削減もこれ決めてるんですね、決めてる、うん、であと年金の受給開始年齢、引き上げ、ね、これも引き上げてるんですよ、うん、だからこれが一気にできるっていうのは、やっぱりよっぽどその党としてのアイデンティティーとか、ね、そうですね、そうですね、信念ないとやっぱりできないし、うん、できない、準備がないとできないですよね、うん、まあ、あとやっぱりイギリスの政治の、うん、やっぱり日本と最大違うところは、まあ、一員制なんですよね。あ、なるほどね、ね、二員制じゃないから、なるほど、とりあえず実質一員制なので、やっぱり多数を持っていればとりあえず決められるっていう、うん、この自信が最高でしょうね。確かに今日本は二員制でですね、うん、衆議院と参議院があって、で選挙の仕組みからいくとですね、うん、ねじれが常態化をする可能性が極めて高い、うんうん、でずっとねじれてると何も決まらないと、うん、で言ってみればその何事も決められない取締役会を持っている会社がですね、そうですね、うん、業界再編とかいろんな社会的状況変わっていく中で何も決められないというのが今の状況なん で、うんうん、でこれはまたまさにそのねじれを利用して政権を詰めたのが小沢さんだったし、ね、うん、まあ、今のまた自民党でもあるわけですから、す、ね、うん、まあ、この辺もちょっと手を入れなければいけないな。僕はもともと一員制論者、うん、僕もそうですよね、うん、一員制でいいじゃないと、うん、それ一員制というとね、平さんそんなことで鳩山由紀夫さんみたいなおばあさん出てきてですよ、うん、全部通っちゃうわけですよ、うん、一員制だとね、うん、ただそれだからこそその国民に危機感というか、そうね、そうだと、リアリティとか、ね、うん、そういうのが出てくると思うんですよね、うん、だから僕はその参議院をなくすということじゃなくて、衆参合わせて一つにして、うん、
で衆議院、我々衆議院的な、まあ、僕が言うと、まあ、おかしな話だけど、うん、我々は例えば衆議院的議員は小選挙区の勝ち負けのみ、うん、比例復活なし、うん、で比例部分は、まあ、参議院的要素を持った議員が、ね、あ出ると。そうすると、うん、まあ、衆議院的議員300人、はい、参議院的議員が、まあ、180いらないから150人ぐらい、うん、 そうだね、そうするとその衆参同時で4割ぐらい減って、うんうん、一員制ができるんですね、うん、でこれ両院持ったまま、うん、バーッと人を減らしていくと今度議会の政府に対するガバナンスというか監視が政府に100人単位で入っていくとなると、うん、回んなくなっちゃう可能性があるんで、うん、僕は一員制にしたらいいと思うし、そうすると参議院の人すごい怒るわけですよ、うん、参議院不要論だ、うん、まあ、でも名前参議院にしてもいいぐらいで別に衆議院は、ね、一つにして ね、うん、衆議院廃止してだ、ただまあこれは憲法改正があるんで、うん、一番合理的な処方箋だと思うけどもなかなかできな できないと。ただこのねじれはどっかでなんかやり方考えないとですね、にわかに定数削減がね、うん、議論になってますけど、うん、これはこれですごい大切なことだけど、うん、やっぱり一番の今の政治が抱えている課題はねじれだから、うん、ここを同時に解消しないと単に、うん、単に同じことを繰り返すだけで、うん、だからこれは絶対やった方がいいですね。イギリスの多分慣習だと思うんですけども、中間選挙がありますよね、うん、任意制で、うん、それで例えですね、その例えば参議院の方で負けたとしても、うん、基本はやっぱり衆議院だから、うん、衆議院のマニフェストに関わる重要部分については変更を求めないというその紳士協定というかね、うん、そういう慣習があるという話も聞いてますから、もともとですね、イギリスの、参議院というか貴族院は、うんうん、決める権限はないんですよ、うんうん、だから、うん、日本で言えば衆議院で決めたことを3ヶ月だけ待ってくれとか、うんうんうん、2ヶ月だけもう一回考えろとかいう程度 の、 あの権限しかないので、そういう意味で言うともう完全なあそこは一員制ですよね、うん、今やっぱりその衆議院で、まあ、まずねマニフェストがね、うん、僕は早稲田大学の北川さんなんかというと、うん、マニフェスト政治サイクルって青年会議所時代一生懸命やってて、うん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 、あの民主党のマニフェストを出されて頭きて、まあ、全くその実現可能性ないものを出してきたから、うんうん、あるんだけど、でも基本的に最初の大きな改革をやる最初の一歩は政権選択選挙で、そこでやっぱりマニフェストで約束をしたことをやることだと思うんですよね。でしかしながら今の結果としてはですね、参議院が、ある強くなりすぎちゃってるという感じがやっぱりどうしてもしますよね、うん、しますね、ツイッターより今の状況を考えると参議院があってよかったと思う、まあ、そう今の状況が、うん、さっき平さんがおっしゃった通りで、あの鳩山由紀夫さんが何でもできたのかっていうのはね、でだそれを止められたのは確かに参議院なんだけど、うん、しかしながらその民主党政権を選んだのは国民なんですよね、うん、やっぱり国民が選ぶっていうことが一番基礎にあって、うん、だからちゃんとやっぱりこう各党も真面目にマニフェストを出して、うん、国民もそれを精査をして、うん、で一番機能不全は僕マスコミだったと思うんですよ、うん、あれだけ入りと出がね明らかに違うものをスルーをしてしまって、そうですね、だからまあこの辺がまあ一長一短あるんですけどね、うん、まあ、でも今、まあ、でも目立っての参議院の先生多いですよね。一つだけ言えるのは参議院あってもいいんだけど、権限を少しねあの衆議院と変えた方がいいですよね、機能を ね、 機能の分担をですね、うん、全く同じことをやってても仕方ないから、うん、それでじゃ あ、 いよいよあれなんですけど、はい、まあ、これからですね、うん、その日本の財政は行き詰まるというふうに言われてきてると、それでヨーロッパなんかもですね、まあギリシャもありイタリアもありフランスもありユーロの暴落もあり、で日本は国と地方の借金が1000兆円を超えましたと。じゃあ国債がいつまで持つかと持つんだというのもまあ結構ホットな話題になってきて、でじゃあ消費税だという話になってますが、まあ、財政再建いろんな見方があると思うんですが、うん、あの歳入歳出で見ればね、うん、まあ、さっきも言ったイギリスは歳入もあるけど、うん、歳出を2割削減だと、はいはい、公務員も減らした と、 うん、それで歳入の部分は消費税を上げたと、うん、でこの間来たオズボーン財務大臣は何て言ってるかというと、うん、やっぱり財政再建は歳出削減が8割ですねと、そうでしょうね、増税が2割ですよねと言ってるんですが、うん、でね、今どちらかというと野田さんはもっぱら消費税の税率を上げることにすごいこだわってるんだけど、うんうん、それだけだとやっぱうまくいかないと思うんですよ ね、 いかないでしょうね、うん、その辺は木原先生の、まずですね、この消費税の議論というのは、はい、
皆さんにちゃんと理解してもらわなきゃいけないなと思うのはね、自民党が2002年から2008年かな、まだ要するに政権交代前まで作った予算というのはだいたい85兆ぐらいの平均なんですよ、一般会計でね、はい、で民主党がもうこれで3回予算を作ってるんだと思いますけど、この平均は95兆円ぐらいなんですね。復興経費を除いて、ですよね、あれ特別、ね、復興財源でありますから、ね、うん、だからもう10兆円多く使ってるわけですよね、で消費税を 5% 上げるとだいたい10兆ですよ、なるほど、ということはね、民主党が歳出を膨らませちゃった分を、まあ、消費税で賄うっていうだけで、なるほど、財政再建には全く役立たないですよ、で、だけど国民の多くは、あえて消費税にもう仕方ないと協力しようと思うその心は、まあ、自分の子供や孫に借金残したくねえよなと、つけ回したくねえよなとみんな思って、泣く泣く消費税に賛成する方もおられるはずなんだけど、現実には全然借金は減らないっていう、だからこれね、ひどい話だなと僕思いますね。これよくね、誤解をされるのが、自民党だって消費税 10% って言ったじゃないかと、で民主党だって消費税 10% って言ってるんだから、なんで協力しないんだって僕も選挙区で言われるんだけど、これさっきも言ったように歳入と歳出があって、歳入で消費税を上げさせてくださいっていうところはこれ民主党も自民党も一緒、しかしその使い道において、これは自民党と民主党で圧倒的な違いがあって、まさに木原さんいい指摘でね、一般会計自民党の時は85兆で抑えてたのに、民主党になったら95兆になっちゃいました、これ震災別にして、でしかもですよ、民主党は 16.8 兆マニフェストで毎年やるって言った、でそれはペイアズ融合でやるって言ってるわけですよ、無駄をなくした分だけ 16.8 兆のできる分をやりますと言ったわけですよ、であれば、85兆の枠の中で無駄をなくしてやってなきゃいけないのに、ペイアズ融合なんてあんなの完全まやかしで、結局10兆円も予算を膨らましてた、そうすると次に彼らは何を言うかというと、いやいや社会保障費が少子高齢化で1兆円ずつ伸びていくんです、でもそんなのはね、いつも言うんだよ、杉村太蔵だって分かってた話ないそうだね、もういつも言うんだけど、8,3 回上は木原さんから下は杉村君までいたんだけど杉村君だって分かった、だから僕らは10年間でプライマリーバランスを黒字化にしなければいけません、しかも社会保障は毎年1兆円ずつ上がってきます、それを前提で、じゃあどの政策ができて何ができないかというのを喋ってるわけです、そうですね、彼らはそのベースになるプライマリーバランスを実はあのマニフェストに入ってない、入ってないすごいですよね、マニフェストの感覚が入ってバカでしょ、バカ、それでこれが入っていない、さらに社会保障費1兆円上がるのも入っていない、さらに 16.8 兆円フローで毎年やるって言ったんですよ、で僕はね、あの時に選挙の時言ったの、あのね、桁が違うんじゃないのって言ったの、そうね、ね、1.6 兆なら分かると、で、まあ、2、3兆ならまあやってやれないことはない、16.8 兆だよ、全然分かってないけど、でね、防衛国防費全部なくしたとして、あそこほら左翼が多いから、あの自衛隊大嫌いとか言う人多いから、じゃあ国防費ゼロにして、ありえないけど、5兆円しか出ないんですよ、いやいや、じゃあ平さん国家公務員2割削減するんです、1兆円しか出ないんですよ、だから要はね、桁が分かってない、そう、分かってない、もうよく言うタバコ屋さんの話でね、50円お釣り上げるとこ500円上げちゃうようなレベルの人たちなんですよ、だからそれでじゃあ消費税を上げさせてくださいって言ったって、それはね、それは社会保障に全部額当てるって言ったって 5% 分で社会保障費は補えない、補えない、どうせね、だからそんなのは全部使ったら当たり前、その上で金に色はないんだから何に使われるか分かんない、分かんないってことよ、だからまあ言ってみればですね、家計のコントロールの全くできないバカ息子がですよ、町の金融からお金借りちゃったと、それでいよいよちょっと借金返せなくなったからって、親のところに10万円貸してくれよって来たんだ、でもそこで10万円貸してもそういう、その家計の感覚のない人に10万円貸したってまた次の月にまた金が足りないから貸してくれと来るんだから、まずは心を入れ替えろ、感覚を変えろと、ね、ちなみにね、おっしゃる通り で僕が一番恐れることは、これでも財務省は一応ね、乗ってるわけですよ、このシナリオに、ね、だって財政再建には全然借金減らないって分かってて乗ってるわけ、じゃあなんで乗ってるのかと言えば、まあ、とりあえず上げとけと、上げて後で削ればいいんだと思ってるわけよ、なるほどね、だから国民の皆さんにからすると上げて、ああ年金ちょっと増えたかな、まあ、実際には増えないと思うけど、色ちょっと良くなったかなと思うけど、間違いなく次は2倍3倍の歳出削減が
襲ってくるわけ。でこれはね非常に不幸なことだなと思うから、ね、やっぱりまずどういう歳出削減をするのかっていうのを見せないといけないよね。でそこは自民党も実はでも今回見せてないわけ。見せてないんだよね。見せてない。見せてないんだよね。だから、僕も地元で、平さんさっきおっしゃったように、5% 一緒だろうと、そこは社会保障を使うんだろうと、一緒にやれって言われるわけですよ。でも現実は違うんだっていうことを、何に使うのかっていうのをもっとちゃんと言わないといけない。これ自民党はね、少なくとも自民党と民主党の違いは、民主党はの 16.8 兆毎年やるというアホなマニフェストを出した。とりあえずこれを破棄しろというところは自民党と民主党の大きな違いですよ。でもその後もその毎年1兆円ずつ社会保障費が上がっていく部分と、プライマリーバランスの2兆円近いやつを10年間でどうバランスさせていくかっていうのは残るわけ。残る。だからまず 16.8 兆こっちを置いておいて、リアリティのある議論をしましょうと。でその次に出てくるのが例えば公務員の人件費だとか、あといわゆる歳出削減ですよ。でここに対しては自民党は具体的なプランは出せてない。そうだから今起こっていることは、おっしゃるように 16.8 兆円のマニフェスト嘘だったじゃねえかと、取り下げろと言ってますと、谷垣総裁も、昨日そう言いましたと、でも国民は、こんなことはもう分かってると、そうじゃねえんだと、その先を言ってくれって話だと思う。でそうすると医療なんかの世界では、じゃあジェネリックをどうやって、普及させるのかとか、それ製薬業界の反対を受けながら本当にできるんですかとか、かかりつけ医制度みたいなの作ったらどうですかとか、いろんな論点があって、自民党はそこから逃げちゃいけないよね。だから現役の人はやってもらわないと。これはその歳出削減で、それ公務員制度改革も、一生懸命やって人件費を減らすというのは大事だと思いますが、あくまでそれは1兆円ですよ ね、ですから削るとしたらですよ、社会保障費にメスを入れざるを得な い、社会保障費にメスを入れるとものすごい反発が来るから、これをやりきれるかと、それとあともう一つ視点としては、金融緩和、成長戦略、それでこの間ちょっと話を聞いたら、そのイギリスは、その最初2割削減してるわけだから、それで経済が調子悪くても2割削減すると、公務員も減らすと、そうすると実質民間の需要が足りないところを持ってきて公の需要も減らすんだから、デフレになるじゃないかと、低成長になるじゃないかっていうんだけど、合わせて金融緩和はものすごい勢いでやっぱりイギリスはやってるんですよ。だからそれはもうしっかりこちらもですね、金融緩和はやっぱり政府と一体になってやらなきゃいけないと、あとやっぱり税率上げてもですよ、それで結局消費税上げた方が景気よくなるんだってたまに言う人いるけど、それは間違いない、全くの嘘で、100しか消費できないところの消費税が5から10になれば明らかに 5% 消費が減るわけだから、合わせてやっぱり大胆な成長戦略を出していかなければいけない、そうするとそこで当然ですよ、また社会保障分野、農業分野の規制改革が出てくる。それをじゃあ自民党は果たしてやりきれるんですかと。そう、昨日経団連の会長を農業出身の参議院やじってましたけど、ひどい話だね、あれは。それができるかどうかっていうところが、今自民党問われてるところですよ ね。今民主党がこう今回消費税を上げていくベースになっている成長率は 1% なんですね、名目で。なるほど。で名目値でね、で 1% を、1% で言ってる国なんて先進国っていうのは今ほとんどないのよ、普通は2から3ぐらい最低でもみんな言ってて、3までなんとか持っていければ、10年経てば税収は10兆増えるわけだから、やっぱり成長をどうするかっていうことは考えなくちゃいけない。で残念ながら僕さっきまた財務省の話に戻っちゃうけど、イギリスの、財務省行って、やっぱり日本と最高に違うなと思うのは、イギリスの財務省は経済成長を考えているってことね、日本の財務省は経済成長は考えてないと、これは最大の、違いですね、役所の違いという意味で言うと。だから政府がそのいわゆる歳入歳出のところで税金をいじるというのは、それは政府しかできないし、責任ある財政規律ということを考えれば当然なんだけど、それのほかにやっぱり経済成長もあり金融政策もあって、一体としてコントロールしないといけないですよね。それとやっぱりそれをやりきるにはやっぱり国民の支持がなければいけないし、その国民の支持はどこかといえばいわゆる一員の衆議院の選挙、マニフェストになってくるわけだから、結局例えばですよ、今民主党ボロボロで自民党に政党が戻ってきたとしても、政権が戻ってきたとしてもですよ、次の衆議院選挙の時にリアリティのある改革案を示せてなければ
自民党が一党第一党になったとしても改革が進まないということなんで、実はここ谷垣さん本当正念場で、正念場ですね、党もう割るか割らないかぐらいの激しい議論をして、うん、それ取りまとめなきゃいけないですよね。そうね、まあ期待したいですね。期待したいですねってやってください。わかりました。現役の先生が頑張ってね、僕も頑張るけど、すみません、他人事のように言わないで、成長の中入ってないもんですからまあでもそれはしっかり通ってね、でもね本当ね、逃げずにやらざるを得ないと思いますよ。田谷さんね、本当に僕はね、財務省っていうところをね、大切だなっていうのは、財務省の役人は、まあそれなりに優秀であることは間違いなくて、彼らに消費税のことばっかり考えさせるんじゃなくて、やっぱり国の成長のことを考えさせないと、で考えればそれなりの案を出すと思うんですよ。でね、世界中の財務省を見て、日本の財務省だけ、要するにマクロ経済局っていう局がない。ああ、そうですか、うん、マクロ経済局ってあるの、他は。他ある、僕は例えばイギリスの財務省はマクロ経済局っていうのがあって、そこは、そこの局長さんが大体次官になりますと。フランスもマクロなんだっけな、経済局とあるね、だから大体普通の国はマクロ経済局とあるわけ。ところが日本の財務省はそれなくて、だから完全予算屋になってて、そうだよね、帳尻合わせばっかり考えてるんで、入りと出だけなんで、入りと出ばっかり考えて、付加価値を生み出すとかそういう発想ないですもんね、うんうん、ところがそういう人が結構権限持っちゃってるから、だからそこをやっぱり変えてほしいなと。じゃあマクロ経済局作ればいいんだね。作って、うん、誰でもいいんですよ、まあ、今の財務省の中にそんな経済学者いないから、本当に力のある経済学者なり、あるいは経営者なり、トップに持ってきて、なるほどね、でやってもらったらいいと思うんですけど、ね、いやでもマクロ経済局っていうのがだって、まあ、日本の役所にないでしょ。ないですよね、聞いたことないでしょ。マクロ経済、まあ、民主党もマクロ経済ないけど役所もないんだよ、ね、役所もないのよ、ね、そうで、あれだもんね、経産省は産業政策だ、ね、産業政策だから、ね、うん、あ、なるほどな、それ分かりやすい。そうするとやっぱりね、日銀と一緒になって経済考えればいいんだから、そういうものなくて、いや政治家とかがね、わーわーわー言ってるだけでも成長はしないから、うん、そこはそうしてほしいなと思います、ね、これもちょっと時間なんで、あと最後一つぐらいなんですけど、うん、はい、やっぱりその政治主導をやるのと霞が関の機能強化っていうのは必要だと思っていて、うん、例えばやっぱり農水省ってすごいピントがずれてるんですよ、うん、僕なんか聞くと、うんうん、だから経産省と農水省くっつけてね、うん、まあ役所の名前は何にするかもう別として、うん、例えば農商務省、昔は農商務省って名前だったってね、ありましたね、いう話もあったし、あといわゆる財務省が、まあ、その付加価値を生み出す発想のない財務省が、全部要はマネジメントの中核にいるっていうのもこれ問題なんで、まあ、さっき言ったマクロ経済局を作るのか、もしくは予算編成をもう内閣予算編成局、僕らが出してるみんなの党と自民で一緒に出して、これは安倍さんの時作ったやつなんですけども、内閣人事局っていうのを作って、その省庁 この垣根を越えて幹部人事をやりましょうっていうのをやったんだけど、内閣人事局を作るのと一緒、同時に内閣予算局を作るとかね、まあ、ちょっと大胆に機能強化しなきゃいけないと思うんですよね。やっぱり縦割れになっちゃって、まあ、それは財務省出身でなかなか財務省怖そうだし、いやいやそんなことはないと思うけどね、それはそのどうなんですか財務省的には。いやでもね、やっぱりもう一回省庁再編は必要な気がね、しますね、うん、例えば厚生労働省が本当に分けた方がやっぱりいいんじゃないかとか、でかすぎますよね、うん、そういうのも含めて一回やった方がいいでしょうね、うん、これは、うん、これ最後にやっぱり自民党これから多分選挙のある年になると思うんだけど、うん、さっきの保守党じゃないけどね、うん、その信念というか、うん、アイデンティティがまさに問われていて、うん、その俺は真の保守だという人いっぱいいるけど、うん、なんか経済政策聞くと全然大きな政府の ね、だったりするんで、うん、ここがまさに信念が問われていると。それで国民にもう一回支持されたら、うん、まあ、合理的な政策をガンガンやっていくと。だからここ 2,3 ヶ月本当自民党山ですね、山ですね。いや平さんはもうそういう言われ方すると嫌だろうけどね、我々一時期は小泉チルドレンって言われたわけじゃない、はい、やっぱり小泉さんがやった政策っていうのは、うん、そういう意味で言うと、うん、保守に近いよね、経済政策としては、うん、保守に近い。でもある時から、うん、あそこから自民党が逃げて、うんうん、でカラーが分からなくなっちゃって、うんうん、路線対立を抱えたまま、うん、なんとなくやってますと、今日に至ると、ね、だからそこをきちっと整理はしないといけないですね、うん、一回、まあ、谷垣さんのリーダーシップと我々の覚悟は問われると思います、うん、はい、それでは、はい、時間が参りましたので、ありがとうございました。最後にもう一度ご唱和をいただいて、何を、はい、日本の政治は政治にお任せということで、ありがとうございました。今日は東京20区ですからね、木原さん、はい、
木原誠二、あのぜひですね皆さん、あの私もですね同期生ですけど、83人の中で一番優秀ですよ、一番優秀。ぜひ木原さん、はい、ますますのご活躍をありがとうございます。お祈り申し上げます。ありがとうございました。